日本神奈川県横浜市坂区か内町か内町は横浜市坂区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は244-0845。坂江区の西部、柏川右岸に位置し、北は、戸塚区戸塚町、東は、柏川を挟み、坂区飯島町、南は、坂区田谷町、西は、戸塚区小鈴目町。 原宿に接する。南東部に光ケーブルなどの製造を行う住友電気工業、横浜製作所、その北側にはテニスコートや軟式野球場を備えるカ内公園、西側には県立カ内高校がある。カシオ川沿いのカ内イ水池はバードウォッチングスポットとなっており、カルガモや白石霊、川蝉、磯しぎなどが観察できる。 かつては、鎌倉郡カ内村であったが、1889年、町村制志向の際に、田屋、長尾台、小柄の各村と合併、長尾村となる。1915年に、長尾村の内旧、小柄村を除く部分が、豊田村と合併。1939年4月1日に、横浜市戸塚区に編入され、戸塚区カナ町が新設された。1950年には、 住友電気工業が進出。1986年に文句により、栄区く金井町となり、現在に至る。森尾外の小説、佐橋神五郎の題材はこの地の領主の一族である。2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 町内に鉄道駅や国道、県道はなく、戸塚駅と大船駅とを結ぶ神奈川中央交通の路線バスが走る。ありがとうございます。